ベネトン B186 は、ベネトンフォーミュラが1986年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ドリーバーンを責任者として設計された。前年までトールマンとして活動していたチームを、同チームのスポンサーだったベネトンが買収し、ベネトンフォーミュラチームとして参戦した初年度のマシンである。前年トールマンが使用していた。 ハートエンジンをやめ、BMW の時期4ターボエンジンを搭載した。ハートから BMW への変更が決まったのが遅かったため、バーンは前年の10月まで B186 の設計に取りかけかかることができなかった。直線スピードは速く、低中速コースでは苦戦したが、高速コースでは速いラップタイムを記録することが多かった。モンカで行われた イタリア GP では、ベネトンの使用していた BMW エンジンは、予選時に5.5バールの記録的な高架急圧で1350馬力を発生していた。カラーリングは、車体前半が、ベネトンのイメージカラーの緑色で、エンジンカウル状には、筆で様々な色をなぞったような模様があるポップなデザインだった。B186 は7台が製造された。 開幕戦には3台のシャシーが投入されたが、最後のシャシーは開幕戦の前週に完成した。4号車は、モントリオールでファビが大きなクラッシュに見舞われて、廃棄されたが、ブレーキのテスト中に、大クラッシュした3号車は修復されて、イギリス GP にスペアカーとして持ち込まれた。オーストリア GP と、イタリア GP で2度のポールポジションを獲得したのは、ファビの6号車。 メキシコ GP で初優勝を挙げたのはベルガーの7号車だった。ありがとうございます。